こんにちは。子育て応援相談員の阿部です。今回は前回に引き続きシリーズでお話ししている幼児の発達10段階その3、大小について話したいと思います。まあ、大小といってもですね、羽なし扇風機で流行ったあのメーカーじゃないですよ。あ、それダイソーでしたね。すいませんでした。今日は、大きい小さいの大小について話したいと思います。まあ、第一段階が色、第二段階が形、第三段階が大小なんですけれども、この大小の中でポイントになってくるのはですね、まあ、色とか形の場合はそれ単体で、解決、認識できるものだったんですけども、第三の大小に関しては何かとこう、比較検討をしていくっていうものになっていくんですね。ですけど、まあ、それだけ、まあ、脳の発達が終わってからじゃないとできないものになってくるんですけれども、まあ、一番大小のところでポイントになるのはですね、一つ目はまずは2つのもの、2つのものの中から大小を比べていきます。この時のポイントです。まずは同じ材質、同じ形、同じ色のものをなるべく使ってあげましょう。例えばボールの大小を比べたい時もですね、見た目があまりにも違う形のものをしていると、お子様はまず大小のインプットを入れたいのに違うものにこう目が行ってしまったりとか認識が入ってしまうんですね。ですからなるべく色も同じもの、形も同じもので、大きさが違うものがあれば大小を比べやすいと思います。これもですね、わざわざ座って取り組みって形をさせなくても、いろんな日常生活の中でできます。例えばお片付けするときもですね、おもちゃの大小、同じようなおもちゃっていっぱいあると思いますから、色が似たようなものもあると思いますから、その中で大きいもの、小さいもの分類してごらんでもいいと思いますし、まずは本当に小さいお子様だったらインプットとして、言葉がけでどんどんインプットしてあげてください。それができるとすごくいいと思うんですね。あとはまあよく大小のところでですね、質問いただいたのが、まあ、この幼児の発達10段階のところで、言えることなんですけども、じゃあ何歳でどれぐらいまでできればいいのかっていうご質問をよくいただきます。まあ、私もありがたいことに今月にですね、100人近くのお母様方の個別面談させていただくことが多かったんですけれども、やっぱり質問でそういうことが多かったんですね。で、今日のですねポイントを実は今日はホワイトボードにじゃじゃんまとめました。まあ、この幼児のですね、発達10段階のところの、まあ、ポイントで言うと、3歳であれば3つのものの中から大小が比べられればいいと思います。例えば一番大きいものはどれ、一番小さいものはどれ、2番目に大きいものはどれなんかを3歳でできると、すごくそのお子様はいいと思いますね。よくできてると思います。では5歳児になれば5つまでいきましょう。5つ、2番目に大きいもの、2番目に小さいもの、3番目に大きいもの、一番大きいもの、一番小さいものっていう形で、5つのものから大小が比べられるようになっていくのすごくいいと思います。やっぱりこういう目安っていうのはあった方がですね、子育ての中ではやりやすいと思いますので、ぜひご参考にしてくださいませ。まあ、日々ですね、子育て本当にいろんな悩みを持ちながらですね、お話を聞くとよくあると思います。でも何かのヒントになればと思いまして、私もこうやって発信しておりますので、ぜひご参考にしていただければと思います。また明日も第4段階目お話しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。